こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、テキスト参考書で勉強するな、テキスト参考書の効率的な使い方について解説させていただきます。で、このテキスト参考書で勉強するなっていうのは、全くテキスト参考書を使わないという意味ではございません。テキストとか参考書を中心に勉強するのはやめた方がいいですよ、っていった内容なんですね。で、これなぜかというと、テキスト中心の勉強をするとですね、ポイントが分かったとしても、それ使えないんですよ。大体、ポイントっていうのは太文字で書いてある内容なんですね。テキストとかで太文字になっていたり、赤文字になっていたりする内容なんですけれども、それがポイントだって分かったとしても、実際問題になると、そのポイントを使えないんですよ。これはやってみたら分かると思います。つまり、今勉強した内容にもかかわらず、問題を解こうと思うと解けないっていう話なんですね。で、初めそれをやっている分には全然いいんですけども、それをずっと繰り返していくと、ずっと非効率な勉強をし続けるっていうことになりますので、早い段階でそのやり方をやめて、過去問中心の勉強にしていく。テキスト中心ではなくて、過去問中心の勉強にしていくってことに切り替えていった方が効率的です。じゃあ、テキストってどんな役割があるの？テキストってじゃあどうやって使っていくの？っていう話をさせていただきます。テキストっていうのは非常に整理されているんですよね。ある部分に、ある分野があった時に、その分野についてまとめて解説されているんですよ。例えばなんですけども、まあ、これ市販のテキストなんですね。まあ、お持ちのもの何でも構いません。で、まあ、パッとね、適当に開けていただいて、じゃあ、パッと開けたところがこの辺ですね。詐欺だったので、ちょっとこれ見てみましょうか。で、この詐欺の部分で言うと、一番最初に詐欺による意思表示の取り消しの部分が書いてありますね。で、これカッコ1なので2があるのかな ?2 はこうですね、第三者の詐欺って書いてありますね。第三者の詐欺があります。で、まとめが書いてあって、ちょろっと問題があって終わりですね。つまり1で詐欺による意思表示の取り消しの内容があって、まあ、その中に詳しくですね、取り消し前の第三者があって、取り消し後の第三者は乗ってないか。乗ってないですね。取り消し後の第三者も本当は載せた方がいいんですけど、まあ乗ってないと。まあ乗ってなくてもまあ、とりあえずはいいでしょう。まあこういったものはね、専門的な弁護士さんとか司法書士さんのサイトとかには載ってますので、そういったところで調べながらやっていったらいいんで、とりあえずは、テキストに載っているのは、取り消し前の第三者の話と、第三者から詐欺を受けた場合の話ですよね。まあこれについては、対比して一緒に頭に入れることができるわけです。一応整理はされているということですよね。なので、このように整理されているのがテキストなので、問題を解いていって、で、ある問題がありました。例えば、通常の詐欺に関する内容でした。取り消し前の第三者に関する、詐欺の問題でした。そしたらそれは解説見て、あ、こういうルールなのかということで、それで勉強できますよね。で、まあそれしか載っていなかったとしても、これテキスト見ていただくと、第三者から詐欺を受けた場合の内容も書いてあったわけですよね。だから、テキストを見て、プラスアルファで別途ポイントを覚えていくということをしていくんですね。で、また別のところの分野、例えば心理留保っていう部分の分野の問題をやりました。テキストを見ると、また別のところのポイントも載ってますよとか、またこっち別の、もう一個ポイントありますよ、みたいな感じで、ポイントを広げていくんですよ。そうすると、知識が増えていくし、さらに、ここ関連してるわけですよね。同じ詐欺に関する内容、取り消し前の第三者と、第三者から詐欺を受けた場合の話。さらにもっと自分で調べると、取り消し後の第三者の話も、さらにプラスアルファで出てくるわけです。これはね、テキスト載ってなかったけれども、勉強進めていくと、そういったことを調べていくので、出てくると思います。このように、どんどん知識を広げていって、関連付けていく。これがテキストの役割なんですね。整理をしていく。知識を広げる。これがテキストの役割になってきます。だから、基本は、これ見ていただいて分かる通り、問題がやはり中心にあるんですよ。だから問題を解いて、で、その問題に派生する内容も一緒に頭に入れていくっていうことをやっていくと、非常に効率的に勉強ができます。問題があって、問題どういったところが出題されるのか、また、どういった出題のされ方をするのかを勉強し、そこからそれに対するルール、
こういった問題文の状況であれば、こういったルールが適用されるよ、使えるんだよってことを学んだ上で、じゃあ別の場合ってどうなんだろうっていうのがテキストとかに載っていたら、それも一緒に頭に入れていくってことをやると、関連付けをしながら勉強することが可能ですよね。だからそういった風にテキストを使っていけば、非常にテキストも効率的に使えます。初めから一からね、ずっと読み進めるってことはやらなくても大丈夫です。例えば詐欺のところで言ったら、詐欺がそもそもどういったものなのかぐらい分かれば全然大丈夫です。例えばここで言うとですね、どのくらいまで読むかというと、この詐欺の部分ですね、人を騙して意思表示をさせることを詐欺と言います。まあ正直これぐらいでもいいかなと思うんですよ。まあ詐欺だったらね、もう詐欺って言ったらもう一般的に使われているから分かるので、まあこれも別に読まなくてもいいかなって思うんですけれども、もうちょっと難しい言葉にしましょうか。例えば意思能力ってところがあるので、ちょっと意思能力についてですね、これなかなかね、どういった意味なのって思われる方も多いと思うので、そういった場合はこれ見ていただいて、意思能力とは自分の行為の結果を予測判断することが、できる能力のことですと。そのものが制限行為能力者であるかどうかに問わず、個別具体的に判断されますと。そして意思能力を欠く者のした契約は無効となります。例えば泥酔をして意思能力を欠いた状態で、マンションの購入をする契約を結んでも、その契約は無効となりますと書いてありますね。まあ、このぐらい読んでいただければ、意思能力って大体こんなものなのかっていうのがイメージできるかなと思います。ちょっとこれ難しく書いてあるので分かりづらいかもしれないけども、簡単に言ったら、自分で契約したらどんなことが起きるかってことが分かるかどうかって話なんですよ。例えばマンション買う契約をしたら、後でマンションの代金数千万円を払わなければいけない、これが発生するんですよ。これが分かりますかって話なんです。で、ここにも書いてある通り、泥酔してもうお酒いっぱい飲んでもう酔いつぶれた状態で契約したとしても、その状態からしたら契約をしてお金の支払いが発生するってもう分からない状況なんですよね。だからそういった行為は無効になりますよっていう話をしてます。もうこれぐらい分かればもう十分なんですよ。法律用語のある程度のイメージさえ分かればもうそれで十分です。詐欺だったら、まあ、人を騙して、契約させることとかね、まあ、そういったイメージでも全然大丈夫です。錯誤って言われたら、それは勘違いをして、契約をしたんだなとか、もうそういったイメージで十分です。だから初めはそういった、法律用語ですよね、法律用語を調べるために使うぐらいで全然構いません。間違ってもこれをずっと読み続けると、読み進めて何回も何回も読んでもあまり意味がありませんので、初めに問題を見て、どんな問われ方をするのか、どんな問題が出題されているかも確認した上でテキストは読んで、で関連ポイントも頭に入れていくってことをぜひ行っていただければと思います。で、今行っている短期集中実力アップ講座では、もちろん関連ポイントも解説しております。さらには理由ですね、なんでそのようなルールになっているのか、理由付けも解説の中に入れております。そういった部分自分自身で調べなくてもいいわけなんで、すごく効率的に勉強できます。また先ほどちょっとお伝えをした取り消し前の第三者だけじゃなくて、取り消し後の第三者の場合どうなるのか、そういった、まあ、市販の教材とかで載っていないような部分でもすごく重要な部分、こういったところまで解説しておりますので、ぜひ短期間で実力を上げたい、理解学習をしてやったらやった分だけ合格力をつけたい、そういった方はぜひ個別指導ご検討ください。なかなか予備校通ったとしても理解学習するのって難しいんですね。その理由は、理解すべきところまで教材に載っていない、先生が、教えてくれないっていうところがやっぱり要因になってきます。そういったものをカバーしているのが短期集中実力アップ講座なんで、ぜひ理解学習をして今年絶対合格していただければと思います。短期集中実力アップ講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。